ミズーリ州はアメリカ合衆国中西部のミシシッピ川沿いにある内陸の州である。アメリカ合衆国50州の中で陸地面積では第21位、人口では第18位である。前身のミズーリ巡州から1821年8月10日に合衆国24番目の州に昇格した。現在は観光が州の主な産業の一つとなっている。 州とはジェファーソンシティ市である。同州を代表する都市は、イリノイ州との宗教にあるセントルイス市とカンザス州との宗教にあるカンザス市であり、共に都市圏人口200万人以上の大都市である。他の主要都市には、スプリングフィールド市、インディペンデンス市、コロンビア市などがある。とりわけ、ミシシッピ側に面するセントルイス市は、 開拓時代より西部への玄関口として発展し、現在では中西部切手の観光都市である。また、ミシシッピ川沿いにある多数の町はヨーロッパからの移民の影響を強く受けており、現在でも当時の境界や街並みが多く残っている。特にセントジェネビーブや、そこから1時間ほどの場所にあるケープジュラードなどは、フランス系移民の影響が強く、大きな境界や狭い街路など、 美しい街並みが見られ、知られざる観光地である。ミズーリ州はミズーリ川にちなんで名付けられており、ミズーリは数族インディアンの部族名だった。彼らはウィミスウリタと呼ばれ、マイアミ入りの囲碁で、マルキセンを持つ人々を意味している。入りニ族はこの地域でヨーロッパ人が初めて遭遇したインディアンであり、ヨーロッパ人からミズーリーと呼ばれることになった。 コリンズビルのカホキア遺跡にあるモンクイコールマウンド。ヨーロッパ人がミズーリ州となった地域を探検し開拓する前の数千年間インディアンが居住していた。河川沿いの考古学調査により7000年以上にわたって継続して人類が住んでいたことが示されている。西暦1000年以前から複合的なミシシッピ文化が発生し、 現在のセントルイス市郊外のミシシッピ川対岸のカホキアに地域の政治的中心を作り出していた。その大きな都市には数千人の住人が住み、巨大なマウンドと呼ばれる土盛り構造物を作っていたことで知られている。このマウンドは宗教、政治及び社会的な目的があり、円錐台形の長部は段を成していた。カホキアは五大湖やメキシコ湾にまで及ぶ、 地域公益ネットワークの中心だった。この文化は1400年までに衰退し、住人はヨーロッパ人が到着するずっと前に地域を離れていた。セントルイス市には前世時代のマウンドが多く残されていたため、ヨーロッパ系アメリカ人がマウンド式と呼んだこともあったが、そのマウンドの多くは都市開発のために失われてきた。ミシシッピ文化のマウンドは、 ミシシッピ川中流域やオハヨ川流域、さらに南東部上流域に残っている。この地域に入った最初のヨーロッパ人開拓者はフランス系カナダ人であり、セントルイスから約1時間南のセントジェネビー部に最初の開拓地を作った。彼らは1750年頃にイリノイカントリーから移ってきていた。ミシシッピ川東岸にあった開拓村では土地が痩せてきており、 増加する人口を養うに足る平地がなかった。セントジェネビーブは農業を中心として繁栄するようになり、小麦、トウモロコシを及びタバコを生産して余剰分を下流のルイジアナに船で運んだ。この農産物はルイジアナ、特にニューオーリンズ市の生き残りのために重要なものになった。1762年のフォンテーヌブロー条約によってヌエヴァイスパーニャン副領とされた。 ミズーリ川を下る毛川交易業者、ジョージ・ケーレブ・ブビンガムがそれから間もなく、1764年にニューオーリンズ市から来たフランス人によってセントルイスの町が設立され、1764年から1803年までミシシッピ川西岸の流域はその北限までフランス領ルイジアナと呼ばれた。スペイン人がセントルイスに現れたのは1767年9月だった。 セントルイスは、ミズーリ川やミシシッピ川流域に広がるインディアントの毛皮交易中心となり、その後、長い間地域経済を支配する要素となった。交易会社と提携している者たちは、セントルイスから毛皮を船積みして、ニューオーリンズ市まで運び、そこからヨーロッパの市場に送った。その見返りに、様々な商品が業者に渡り、それがインディアントの交易に使われた。 ケガワ易とそれに関連する事業でセントルイスは初期の金融中心となり、それで得た富によって、商社な家を建て、贅沢品を輸入する者も,もいた。セントルイスはミシシッピ川とイリノイ川が合流する地点に近く、農作地域からの産品も取り扱うことができた。ミシシッピ川による輸送と交易は地域経済と一体のものとなり、セントルイスは 地域最初の主要都市として、特に蒸気船が発明され川の交易が増えた後は、著しい発展を遂げた。1800年、ナポレオン・ボナパルトは、サン・イルデフォンソ条約によって、スペイン領だったルイジアナをフランスに取り戻した。ただし、この条約は秘密にしておかれた。ルイジアナは1803年11月30日に、フランスに移管されるまで、名目上スペイン領だった。 これは、ルイジアナがアメリカ合衆国に移情される、ちょうど3週間前のことだった。アメリカ合衆国による1803年のルイジアナ、買収地の一部だったミズーリ州は、19世紀に西に向かう探検隊や開拓者の出発点になったため、西部への玄関という呼び名がついた。セントルイスの西にあるセントチャールズは、1804年にミシシッピ側から出発し、 西部領土を探検し、太平洋に至ったルイス・クラーク探検隊の出発点かつ帰還目標地となった。セントルイスはその後、長い間、西に向かう開拓者隊の重要な供給点となっていた。1812年、ニューマドリード地震で揺り動かされたが、まだ人口が希薄だったため被害は軽かった。ミズーリー州西部の開拓者の多くがアッパースから移ってきたため、 労働力としてアフリカ人奴隷を連れてきており、その文化と奴隷制度の継続を望んだ。ミズーリー川沿いの17軍に入ったものが多く、そこはプランテーションによる農業を可能にする平地であり、リトルディキシーと呼ばれるようになった。1821年、ミズーリーはミズーリー妥協によって奴隷州として州昇を認められ、暫定州とはセントチャールズに置かれた。 1826年、州都はやはり、ミズーリ川沿いのジェファーソンシティに移され、高級的なものになった。当初、州の西側境界は、コーズマスを通る、四五線で定義されたため直線だった。コーズマスは、カンザス川がミズーリ川に合流する地点であり、その後、川がこの定義を動かしてきた。この直線は、大政寺境界線と呼ばれている。 1835年、インディアンから土地を買収した、プラット買収によって、州北西宮に領域が付け加えられ、カンザス川より北側にあるミズーリ川が、宗教になった。この領土追加によって、ミズーリ州の面積は、約66,500平方マイルとなり、バージニア州に代わって、当時の国内最大の州になった。1830年代初期、モルモン京都が、 北部州やカナダから移ってきて、インディペンデンス近くとその北に入植し始めた。昔からの開拓者とモルモン教徒の間に宗教と奴隷制度をめぐって紛争が起こった。1838年には、モルモン戦争が起きた。1839年、リルバーン・ボックス知事が根絶命令を出したこともあり、昔からの開拓者がモルモン教徒をミズーリ州から追い出し、 その土地を没収した。奴隷制度に関する紛争は、州と準州の境界で、緊張感を高めた。1838年から1839年、いわゆるハニーランドに関するアイオワ州との境界論争では、両州が宗教に民兵隊を招集することになった。移民が増加し、1830年代から1860年代に、 かけて、ミズーリ州の人口は10年ごとに倍増していった。新参者の大半はアメリカ生まれだが、1840年代後半と1850年代にはアイルランドとドイツから多くの移民が到着した。彼らは大半がカトリック教徒で、それまでプロテスタントが大半だった州内で独自の宗教習慣を作り上げた。アイルランド人は飢きと弾圧から、 ドイツ人は革命の騒動から逃れてきており、奴隷制度には同調的でなかった。都市に入った多くの移民は地域の後には州全体のカトリック教会と学校のネットワークを作り上げた。19世紀のドイツ人移民は水売川沿いでワイン産業をセントルイス市ではビール産業を始めた。南北戦争以前の農業は自給自足農業が大半だった。 奴隷を所有する農夫の大半は奴隷の数が5人未満だった。農園主は歴史家の定義で奴隷数20人以上であり、水売川沿い、水売州中央部のリトルディキシーと呼ばれた軍部に集中していた。奴隷制度に関わる緊張感は主に州と国の未来に関わっていた。1860年、州人口は118万2012人となり、奴隷は その10%足らずだった。ミシシッピ側に沿った農地や低地集落を洪水から守るために、1860年まで総延長140マイルの堤防が建設されていた。1861年、南部州のアメリカ合衆国からの脱退が始まり、ミズーリ州議会は脱退のための特別会議に送る大議員の選挙を要求した。その会議では断固として、 アメリカ合衆国に残留することが投票で決められた。南部寄りの州知事、クレーボーン・カイ・ジャクソンは訓練のためにセントルイスのキャンプに集めていた数百名規模の民兵隊の動員を命じた。この動きに刺激された北軍の将軍、ナサニエル・ライアンはキャンプを取り囲み、民兵隊に降伏を敷いた。ライアンの部隊はほとんど英語を話せないドイツ人移民で構成されていたが、 捕虜たちに街の通りを更新させるよう指示した。兵士たちは捕虜の周りに集まった敵意を持つ市民集団に発砲した。後にセントルイス虐殺と呼ばれることになる。この事件で武装していない捕虜に加えてセントルイス市民の男女子供が殺された。この事件は州内の南軍支持感情を高めた。ジャクソン知事は 脱退会議の議長を務めたスターリング・プライスを新しいミズーリ州軍の長に指名した。ライアン将軍による北軍の急速な進行があり、ジャクソンとプライスは1861年6月14日にシュートジェファーソンシティから逃げ出した。ジャクソンはネオショーの町で州議会の開会を要求し、脱退条例を成立させた。しかし、 南部の脱退に向けた見解で固まったとしても、州全体の会議のみが脱退を決める権限があった。その会議は北部支持者が支配していたため、いかなる場合も南部よりは北部寄りであり、議会で採択された脱退条例にはほとんど信任が与えられていない。それでもアメリカ連合国は1861年10月30日にミズーリ州の脱退を認知した。 ミシシッピ川流域戦線におけるプライスの襲撃、1864年選挙で選ばれた知事が州都におらず、議会議員もチリ散リになっていたため、ジャクソンの部隊と共に南部に逃亡した20人を除き、集められる議員の大半で州会議を最初を終した。この会議では、すべての役人の解任を宣言し、新しいミズーリ州知事にハミルトン・ギャンブルを指名した。 リンカーン大統領の内閣は直ちにギャンブルの政府を合法的なミズーリ州政府として承認した。この連邦政府の判断により、北軍のために州内で任務にあたる北軍側の民兵隊と志願兵連隊を立ち上げることが可能になった。プライス将軍のミズーリ州軍とベンジャミン・マカロック将軍の下に、 アーカンソー州とテキサス州から集められた南軍の連合部隊と北軍との間に戦闘が続いた。南軍はウィルソンズ・クリークの戦いとレキシントン包囲戦で勝利、したが至るところで戦力を失い補強される北軍に直面して、まずアーカンソー州に、さらにテキサス州、マーシャルまで交代した。南軍の正規軍は、 ミズーリ州に何度か大規模な襲撃を観行したが、その後の3年間、州内で行われた戦闘はほとんどゲリラ戦だった。ウィリアム・クワントリル大佐、フランク・ジェームズ、ジェシー・ジェームズ、ヤンガー兄弟、ウィリアム・ティ・アンダーソンなど、市民兵士あるいはボートが素早く動く、小部隊の戦術を使った。ミズーリ・パルティザン・レンジャーズなどをはじめとして、北軍に占領されたアメリカ連合国領域で、 そのような暴動が起きた。南北戦争が終わった後も、ジェームズ兄弟などがゲリラ戦を継続して、無法状態の機関を作ったことを評価する近年の歴史家もいる。1880年代、ミズーリ州南中部のボールドノバーズの行動などは、戦後も長く続いた非公式敵対行為であると見られている。セントルイスにあるゲートウェイアーチ1930年。 スプリングフィールド周辺地域でジフテリアが流行し、およそ100人が命を落とした。この地域に結成が急増され、医療関係者が電線の拡大を止めた。1950年代半ばから1960年代、セントルイスとカンザスシティは脱工業化が進み、鉄道や製造業で働き場が失われた。中西部の工業都市の多くが同様の状況だった。 1956年、セントチャールズ市に州内では初の週間高速道路が通った。このような高規格道路の建設によって、都市の中流階級住民が郊外に開発された新しい住宅に移ることを容易にした。郊外地はもともと農地であり、低コストで土地を手配できた。主要都市は新しい経済分野を発展させ、人口の変化に対応する時代を過ごした。 郊外地では、知識産業や大規模ショッピングセンターなど、サービス業で、新しい就職機会が生まれた。2014年、EN-2014 ファーガソンアンレストが起きた。ミズーリ州の主要都市と、道路ミズーリ州の境界は、地理的に総計8つの異なる州と接しており、その数は、テネシー州と並んでが市国内の州では最多である。同州は北に、アイオワ州、 ミシシッピ川を挟んで、東はイリノイ州、南東部でケンタッキー州及びテネシー州、南はアーカンソー州、ミズーリ川を挟んで、西はカンザス州、さらに南西部でオクラホーマ州、北西部でネブラスカ州とそれぞれ接している。州内二つの大河川の一つ、ミシシッピ川が州東部の境界となり、もう一つのミズーリ川は、 州内を東西に流れて、カンザス式とセントルイス、二つの大都市圏をつないでいる。今日のミズーリ州は、アメリカ合衆国中西部に属すると考えるのが一般的だが、昔はアメリカ合衆国南部に入るとみなす人が多かった。これは、南部からの移住者が入ってきたことと、南北戦争以前は、奴隷州だったことが主な理由である。リトルディキシーを構成する軍部は、 中中央のミズーリ側に沿っており、多くの奴隷を伴った南部からの移住者が開拓してきた。関連項目、ミズーリ州の国立及び州立、公園2005年、ミズーリ州の国立公園やリクリエーション地域を1、669万を、0々0人の観光客が訪れた。公園などの総面積は20万2000エーカーあり、観光による収入は、 年間7410万ドル、公園運営経費の26.6%となっている。ミズーリ州の地勢図ミズーリ側の北及び、ところによって、そのすぐ南の地域は、アイオワ州、ネブラスカ州及び、カンザス州へ広がっている、北部平原に入っている。ここのなだらかなうねりのある、丘陵部は、かつて、カナディアンシールドからミズーリ側まで広がっていた、氷河作用の名残である。 ミシシッピ川、ミズーリ川、メラメック川に沿って多くの大きな貸し段階がある。州南部では、海石大地であるオザーク高原が立ち上がり、先寒ブにア時代ののナなー岩でできているセントフランシス山脈を取り囲んでいる。オザーク高原はアーカンソー州、カンザス州南東部およびオクラホマ州北東部へ広がっている。ミズーリー州南西部の都市スプリングフィールドは、 オザーク高原に位置している。この地域は、石灰岩が多いカルスト地形となっており、陥没やホラー穴が見られる。ミズーリ州南部のオザーク高原州南東の端は、ミシシッピ中石平原の一部である、ブートヒールと呼ばれる地域であり、ミズーリ州の形状がここだけ南に突き出し、靴のかかとのように見えることからこの名前がある。この地域は、州内で最も標高が低く、 最も平坦であり、最も雨量が多い。経済が農業に依存しており、最も貧しい地域でも、ある反面、麺化と米が主要作物となり最も肥沃な土地でも、ある。1812年に起きたニューマドリード地震の震源地だった。還元項目、水売り州の気候水売り州は外して、湿潤大陸性気候であり、寒い冬と暑く湿度の高い夏が特徴である。 州南部、特に、ブートヒール地域では、温暖湿潤気候に変わる。内陸部にあるため気温は極端に高く、また低くなることがある。気温の変化を和らげる鉱山や太陽が近くになく、冷たい北極気団や、厚く湿ったメキシコ湾気団の影響を交互に、受けやすい。州内過去最高気温は1954年7月14日に、ワルソーとユニオンで記録された。 過誌118度、過去最低気温は1905年2月13日に、やはり悪そうで記録された過誌40度である。雷雨や竜巻など異常気象の影響も受けやすい。2011年、ジョプリンで発生した改良を藤田スケル EF5 の竜巻は、ジョプリン市のおよそ3分の1を破壊した。この竜巻による被害総額は10億ないし30億ドル、死者159人。 負傷者1000人以上となった。スケール EF 後の竜巻としては1957年以来のものになった。この竜巻の規模は1947年以降の最大アメリカ市の中では第7位、世界では第27位だった。水売り州の人口密度図2011年7月1日時点の水売り州推計人口は601万688人であり。 2010年国勢調査からは0.36%増加していた。2010年国勢調査での州人口は598万8927人であり、2000年の国勢調査から39万2369人、7.0%増加した。州民の半分以上はセントルイスとカンザスシティの2大都市圏に住んでいる。人口密度は33.6人。 平方キロメートルであり、ほぼ全国平均に等しい。ミズーリ州の人口重心は、ウェストファリアがある、王政寺軍となっている。2000年の国勢調査時点で、アメリカ合衆国の人口重心が州内のフェルプス軍となっている。ミズーリ州の人種構成比及び前の国勢調査との比較州内で申告された祖先による構成比は、ドイツ系、アイルランド系、イギリス系、 アメリカ人、フランス系となっている。アメリカ人はインディアン、またはアフリカンアメリカンと申告されたものを含むが、先祖からかなりの期間アメリカ合衆国の中に住んでいるヨーロッパ系アメリカ人も含まれている。ドイツ系アメリカ人はミズーリ州内全体に居住している。アフリカ系アメリカ人はセントルイス、カンザスシティ、南東部のブートヒール地域、及び昔は プランテーション農業が重要だったミズーリ川流域でかなりの比率を占めている。フランス系のミズーリクレオールはセントルイスより南のミシシッピ川流域に集中している。カンザスシティにはラテンアメリカ、特にメキシコからの移民、アフリカ系アメリカ人、東南アジア、東ヨーロッパの大きな移民社会があり、成長している。チェロキー族インディアンは州南部に存在している。 2004年時点で人口の6.6%は5歳以下18歳以下が25.5%と報告され13.5%が65歳以上である女性は人口のお,およそ51.4%である人口の81.3%は高校卒以上の学歴があり全国平均を上回っているまた21.6%は 学士以上の学位を取得している。囚人口のうち19万4000人の外国生まれが含まれていた。2000年時点で世帯数は219万4594世帯、世帯あたり2.48人である。持ち家率は70.3%、持ち家価格の中央値は8万9900米ドルである。 世代あたり収入の中央値は1999年で37,934米ドル。人口1人あたりでは29,36米ドルである。1999年で貧困線以下の住人は11.7%だった。通勤に要する時間の平均値は23.8分である。住民の大多数は英語を話している。5.1%は家庭で。 英語以外の言語を話している。セントルイスとカンザスシティ大都市圏では、小さなラテン系社会でスペイン語が話されている。ミズーリーフランス語と呼ばれる、フランス語の方言があり、絶滅に近いとされている。この方言の話者は自らをクレオールと名乗り、17世紀後半からイリノイカントリーと呼ばれた地域に入植した、フランス人開拓者の子孫である。 カナダやルイジアナのフランス語和者とは孤立して発展し、カナダフランス語やルイジアナクレオールフランス語とは異なる特徴あるものになった。かつては地域で広く話されていたが、現在は数少ない年長者が話すのみで絶滅が近くなっている。ミズーリ州の州の住民の宗教的分布は以下の通りである。ダコタ族、カド族、イリニ族、フォックス族、デラウェア族、 アイオワ族、キカプー族、ミズーリ族、オマハ族、王星児族、オート族、ソーク族、小ー,ー族といった、狩猟民と農耕民のインディアンが混在し、占住した。最大勢力は、王星児族、ミズーリ族だった。この州の部族は、19世紀にほとんどが他州へ、強制移住させられ、現在、小ー,ー族だけが公式に、ミズーリ州政府に認定されている。 アメリカ連邦政府が認定し、保留地を領有しているインディアン部族は一つもなく、すべて絶滅したことになっている。現在のところ、同州の部族カジノは、オクラホマ州の東小児族が経営する以下の一件、のみである。カーシージ市にあるジャスパー郡庁舎、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されているミズーリ州には114の郡と一つの独立市がある。 面積最大の軍はテキサス軍で1179平方マイル。面積最小の軍はワース軍の266平方マイルである。セントルイス市の面積は61.9平方マイルであり、最小ということもできる。セントルイス市の人口密度は5724.7人平方マイルで最大となっている。人口では、 セントルイス軍が最大で988,954人であり、続いてジャクソン軍、セントチャールズ軍の順になっている。最小はワース軍の2,171人である。州都はジェファーソンシティである。ブランソンが中南西部のザーク高原で主要観光地になっている。セントルイス大都市圏は州内最大の都市圏であり、 イリノイ州内の8軍を含む17軍からなる大都市統計地域であり、セントルイス市がその主要都市である。2009年時点で人口283万人を要し、合衆国内で18番目の大都市圏である。広域都市圏としては人口289万人で合衆国第15位となる。ミズーリ州内のセントルイス大都市圏を構成する。 主要都市は、セントチャールズ、セントピーターズ、フローリーサント、チェスターフィールド、クレーブクール、ワイルドウッド、メリーランドハイツ、オファロン、クレートン、ボールウィン、およびユニバーシティシティである。カンザスシティ市は、ミズーリー州最大の都市であり、カンザス州の6群を含む15群からなる、カンザスシティ都市圏の主要都市である。2009年時点で、カンザスシティ大都市圏は、 人口207万人であり、合衆国内第29位の大都市圏である。ミズーリ州内のカンザス指揮種時計を構成する、主要都市はインディペンデンス、リーズサミット、ブルースプリングス、レータウン、リバティ、そしてグラッドストーンである。第33代、アメリカ合衆国大統領ハリー・エストルーマン、ミズーリ州からは、 唯一の大統領である現行水ズー州憲法は1945年に採択された4代目の憲法である。行政府、立法府、司法府の三権分立を規定している。立法府は二院制であり、下院と上院がある。この二つを合わせて水ズー州議会とされる。2004年、憲法の修正により結婚を一人の男性と一人の女性の間のものであると規定し、 同性結婚を否定する最初の州になった。会員は定数163人であり、最新国勢調査をもとに割り振られている。上院の定数は34人であり、ほぼ同数の人口を持つ選挙区から選出されている。地方府は、州最高裁判所、水売り州高祖裁判所、地方の所信を行う45の巡回裁判所で構成されている。行政府は、 州知事が主張であり、他に5人の州全体から選出される役人がいる。2008年の選挙により、1人を除いて、すべてが民主党員で占められている。第33代、アメリカ合衆国大統領ハリー・エストルーマンは、州内ラマーで生まれた。ジャクソン軍の判事を務めた後、アメリカ合衆国上院議員を10年間務め、1944年に、 副大統領に選出された。引退後はインディペンデンス市に住んだ。関連項目、ミズーリ州の政党勢力アメリカ合衆国の政治で、ミズーリ州は二大政党が喫行し、政治の行方を占う州だと認められている。1904年以降の大統領選挙で、二つの例外を除いて常に当選者を支持してきた経緯があり、これは他州よりも確率が高い。 例外とは1956年と2008年であり、どちらも僅差での勝利だった。水売り州はその大衆が外して、規制に対し、熱烈で、保守的で、容易に信じない態度を取ることで知られており、州の非公式ニックネーム、疑い深い州の由来の一つだとされている。水売り州は合衆国の中でも、アルコールとタバコの生産量が多いという事実と、組み合わされて、 アルコールと、タバコに対する規制が、最も法人な州となっている。ミズーリ州法では、人が執務中以外に合法的にアルコールもしくは、タバコを出しなんだからといって、雇用主が雇用を拒み、解雇しあるいはその他不利益になるようなことを、不適切な雇用習慣としている。アルコール州内にはドイツからの移民が多く、醸造業を発展させてきたこともあり、 国内では常にアルコールを許容する側の州となってきた。州全体にわたる禁酒法を制定したことはない。1910年、1912年、1918年の3度にわたって禁酒に関する住民投票が行われたがことごとく拒否してきた。アルコールに関する規制が始まったのは1934年になってからだった。今日、アルコールの規制は 州政府によって行われており、地方政府は州法を超える規制を行うことを禁じられている。州全体では、オープンコンテナ法すなわち、公共の場でアルコールを飲むことを禁じる法、アルコールに関わるブル法、包装されたアルコールを販売する場所の規制、アルコール濃度に基づく法の際といったものがすべてない。些細なアルコールの消費を禁じる法は存在せず、州法では、 公共の場で酔っ払ったとしても逮捕や刑事罰を課されることがないようにしている。いかなる自治体もドライに進むことがないようにしている。また両親や保護者が子供に酒を勧めることも認めている。カンザスシティの繁華街であるパワーライト地区は町の通りで21歳以上のものが改善されたアルコールを所有し、 消費することを認めている国内でも数少ない場所の一つである。タバコ2010年5月時点で国内でも最も低いタバコ使用税を課しており、2002年と2006年に行われた住民投票でもその方針を守ってきた。2007年、雑誌フォーブスは州内最大の都市圏であるセントルイス大都市圏をアメリカの喫煙者にとって最良の都市と位置づけた。 アメリカ疾病予防管理センターによれば、2008年に、ミズーリ州には成人の喫煙者が24.5%おり、全米でも第4位となっていた。タバコの購入と配分が許される年齢は18歳以上で、あるが、私有地の中では18歳未満の者にも家族が、タバコを渡すことができる。州議会で禁煙令を真剣に討議したことはなく、2008年10月、 水売り州健康高齢者サービス省が行った調査ではすべてのバーとレストランで喫煙を禁止する案を指示した者は27.5%に止まった。州法では50席未満のバーやレストラン、ボーリング場、ビリヤード場で独自に喫煙に関する方針を決定できるとしており制限はない。水売り州の十五セント効果、ルイス・クラーク探検隊を描いてある二千六年の 水売り州の総集生産校のアメリカ合衆国商務省経済分析局推計では2259億米ドルであった。2006年の一人当たりの収入はアメリカ合衆国内で26番目に位置する32705米ドルであった。主要産業は航空宇宙産業、輸送機器、食品加工、化学工業、印刷、出版、電気機器、 軽工業、ビール醸造がある。水ズー州の農業生産品は、牛肉、大豆、豚肉、乳製品、干し草、トウモロコシ、カキン、ソルガム、メンカ、ベー、及びケイランである。水ズー州は、豚生産でが州国内の六番目に、牛で七番目に位置している。また、大豆生産でが州国内の上位五番目までに入る、州である。二千一年時点で、 テキサス州に続き2番目に多い10万8000カ所の農場がある。また、ワイン産業の育成にも力を入れている。州内には膨大な量の石灰岩がある。その他、工業資源としては鉛、石炭、採石がある。鉛の生産量は全米最大である。塩鉱山の大半は州中東部にある。ポルトランドセメントの主要成分である石灰の生産量では、 全米一位あるいはそれに準じる位置づけである。科学とバイオテクノロジーの分野でも成長している。国内最大級の遺伝子工学会社である、モンサントはセントルイスを本拠地にしている。観光業及び卸し、小売業も製造業に次いで重要な産業になっている。2012年5月時点での失業率は7.3%であり。 国内平均の8.2%よりは低い。個人所得税は1.5から6.0%の間で累進課税される。消費税は4.225%である。地方によって加算されることがある。2500以上の地方政府が資産税に依存しており、固定資産と動産に課税される。自動車を除き大半の動産は免税である。政府が所有する不動産。 非営利墓地が使用する資産、宗教儀式専用資産、学校やカレッジの資産、また純粋に事前目的のものは免税である。相続税はなく、連邦政府遺産税に関連して限られた率の、州遺産税がある。カンザスシティとセントルイスには連邦準備銀行があり、国内でも唯一連邦準備銀行が2つある州となっている。 カンザスシティの連邦準備銀行は、ミズーリ州西部、カンザス州、ネブラスカ州、オクラホマ州、コロラド州、ニューメキシコ州北部、ワイオミング州が対象である。セントルイスの連邦準備銀行は、ミズーリ州東部、イリノイ州南部、インディアナ州南部、ケンタッキー州西部、テネシー州西部、ミシシッピ州北部、アーカンソー州が対象である。 水売り州の白人系カジノのいくつかは、林州カンザス州をまたいで営業が行われている。両州は共同でのカジノ運営に意欲的であり、セントルイスでは3億7500万ドル級のリバーシティカジノが建設中である。カンザスシティ国際空港の商業便集内には、ランバートセントルイス国際空港とカンザスシティ国際空港の2つのハブ空港がある。 カークウッドにあるアムトラックの駅国内でも利用者数の多い鉄道駅3つのうち2つがミズーリ州にある。カンザスシティは BNSF 鉄道、ノーフォークサザン鉄道、カンザスシティサザン鉄道、ユニオンパシフィック鉄道が集中する鉄道輸送の重要な中心地になっている。貨物輸送では国内2番目の中心であり、取扱量では第1位である。セントルイスも 貨物輸送の重要な拠点である。アムトラックの旅客輸送は、カンザスシティ、ラプラタ、ジェファーソンシティ、セントルイス、リーズサミット、インディペンデンス、ウォーレンズバーグ、ハーマン、ワシントン、カークウッド、セダリア、ポプラブラフで利用できる。州内唯一の都市ブライトレールは、セントルイスメトロリンクであり、セントルイス市とイリノイ州及び、セントルイス軍港外部とをつないでいる。 総延長では国内でも最大級のライトレールである。2007年カンザスシティ地域でもライトレールの計画があったが2008年11月の住民投票で否決された。セントルイス市にあるゲートウェイマルティモーダル輸送センターは州内最大の多目的輸送センターである。セントルイス市のユニオン駅に隣接した中心街にある セントルイスメトロリンクや地域バス交通のセントルイスメトロバス、グレーハウンド、アムトラック、市内タクシーが集まるハブ駅になっている。スプリングフィールド市は BNSF 鉄道のハブ駅であり続けている。ハンニバルから見たミシシッピ川多くの都市ではバスの定期便を運行しており、田園部群の多くも公共輸送を行っている。グレーハウンド、トレイルウェイズ、メガバスが 都市間、バス便を運行している。ミシシッピ側とミズーリ川の州内を流れる部分は、すべて商業船舶が運行できる。ミズーリ川は春節と特定で水路が保たれ、ミシシッピ側には一連の高門とダムがあり、岩石を避け、水深が深くなりすぎないようにしている。セントルイス市は、ミシシッピ側のバージが集まる場所である。関連項目。 ミズーリ州の高規格道路リストミズーリ州の自動車ナンバープレート2009年2004年後半ミズーリ州交通省は円滑で安全で迅速な道路建設計画を開始し2007年12月までに総延長2200マイルの高規格道路を良好な状態にすることを目指した2006年の交通事故死者数は1257人だったが2007年で974人 2008年で941人と提言されてきた。週刊高速道路州西部のミズーリ州道1号線、ケープジラルドとイリノイ州ケープジラルドを結ぶ、ビルエマーソン記念教アメリカ国道ミズーリ州教育委員会は、州内の公共教育全般を管轄する機関である。州知事が指名し、州上院で確認された8人の市民で構成されている。 修法では7歳から17歳までの教育が義務、続けられている。修法には、7歳からその地区で修学が義務付けられる、年齢の子供を保護、または支配する両親、保護者、またはこれに準ずる者は、その子供が、公立学校、私立学校、教区学校、家庭教育、あるいはその組み合わせで、修学年齢の全期間教育を受けることを確実にしなければならない。 とされている。その地区で就学が義務付けられる年齢とは17歳を意味するか、16歳で高校卒業過程を終了することを意味している。5歳から7歳の子供は学校に入ることを強制されない。しかし、公立学校に入学する場合は、両親、保護者、またはこれに準ずる者が定期的に通学することを保障しなければならない。 州内の初等中等学校は通常、小学校、中学校、高等学校の3段階に区分される。公共教育制度には幼稚園から12年生までが含まれる。学区の範囲は構造的に複雑なことが多い。一つの学区の小学校、中学校から別の学区の高校に進学する場合もある。高校の運動競技や競技会は、 ミズーリ州高校活動協会が管轄している。家庭教育は合法であり、義務教育に対する選択肢となっている。州所等中等教育省が監視したり規制したりすることはない。補助教育プログラムであるミズーリスカラーズアカデミーが州内の才能ある高校生に特別教育課程を提供している。ミズーリスカラーズアカデミーのサイトにはその目的が このアカデミーは教育のあらゆるレベルで秀一であるという州の願望を反映している。プログラムは州内の才能ある若者がその可能性を十分に実現できるために学習と人的開発のための特別機会を提供する必要があるという前提に基づいていると謳っている。その他、英才教育の学校として水ズ科学、数学、コンピュータアカデミーがあり、ノースウェスト、 ミズーリ州立大学内にある。ミズーリ大学キャンパスにあるジェシーホールとデビット・アール・フランシス中にはセントルイス・ワシントン。大学のブルッキングス・ホール・ミズーリ大学システムは州全体の公立大学システムである。基幹校かつ最大のキャンパスはミズーリ大学コロンビア校である。その他にカンザスシティ校、セントルイス校、ローラにあるミズーリ大学科学技術校がある。 19世紀後半から20世紀初め、ミズーリ州は、州内各地域に、市販学校を設立し、当初は、地域の名前が付けられていた。1867年創設の、北東ミズーリ州立大学は、現在トルーマン州立大学、1871年創設の中央、ミズーリ州立大学は現在ミズーリ中央大学。 1873年創設のサウスイースト、ミズーリ州立大学、1905年創設のサウスウェスト、ミズーリ州立大学は現在ミズーリ州立大学、同じく1905年創設のノースウェスト、ミズーリ州立大学、1915年創設の西部、ミズーリ州立大学、1937年創設の南部、ミズーリ州立大学である。 リンカーン大学とハリス島州立大学は19世紀、半ばに設立された黒人向け大学である。私立のセントルイスワシントン大学は、大学評価の20欠に、セントルイス大学は70欠に入っている。州内には多くのジュニアカレッジ、実業学校、教会所属大学などがある。AT スキル大学は、世界初の生骨療法医学校となった。 ハンニバル・ラグランジ大学は1858年の創設であり、ミシシッピ川より西では初のカレッジとなった。功績に応じて再交付される奨学金、ブライト・フライト州が予算化しており、州内の大学に進学する高校生の上位3%に2000ドルが与えられている。19世紀に水リ州とカンザス州の間で起きた境界戦争の名残で、 ミズーリー大学とカンザス大学のスポーツでライバル関係が続いており、主にアメリカンフットボールやバスケットボールで争われている。ミシシッピ川より西では最古、国内でも2番目に古いライバル関係である。毎年開催される試合はボーダーウォーと名付けられている。試合後に勝者は歴史あるインディアンの戦争代行を受け取ることになっており、 これが長い年月の間に行ったり来たりしている。マイナーリーグ。ありがとうございます。